ああ、また電源落ちたー。ああ、最悪。はい、皆さん、こんにちは。エルカチャンネルのショーです。今回の動画は今使ってるスマホの話です。今使ってるスマホがですね、 Y モバイルから出ました Nexus 6P です。もうちょっとで2年使うんですけど、バッテリーが劣化して季節も冬になりましたので、もうなんだろう、バッテリーの数字が50ぐらいで電源が落ちちゃうんですよ。まあまあ前からちょいちょいはこんな似たようなことはあってたので、ああバッテリー交換しないといけないなとは思ってたんですね。まあでも使えるからと思ってやってたんですけど、ちょっとここ最近がやっぱひどいので、よし、じゃあ今度の休み行こうかななんて思ってたんですよ。そしたら数日前に起きたあのソフトバンクの電波が止まったやつ。 Y モバイルもソフトバンクのセカンドブランドになるので、同じく電波が止まりまして、はい、昼過ぎからしばらくじゃないぞ。覚えてるので、もう7時ぐらいでもやっぱダメだったっていうのを覚えてるんですけど、もうその後諦めてポイってやってましたんで分かんないんですけど、夜中見た時には復活してましたね。その次の日がまたは続いたんですよね。中国の通信大手メーカーのファーウェイがなんかバラしたらスマホの中からなんか見つかったみたいな。まあ他何でもやっぱり似たようなことはされてると思うんですけど、正直そこはちょっと詳しいのはもう分かんないんであれなんですけど、使ってるこの Nexus 6P、 ファーウェイ製なんですよ。どうしようどうしようと思っちゃって、バッテリー交換だけにしようかとも思ってたんですけど、これどうしたらいいのかなって。でちょっと今から Y モバイルのお店に行こうと思ってるので、まあそこでちょっと話聞いてみて、っていうのもですね、今 Y モバイルで多分出てるのがファーウェイ製が結構多いんですよ。まあ他の国産のやつもあるのはあるんですけど、もうほぼファーウェイ製かなって感じで、まあなんで次本当だったらこれ変えようかなと思ってたのもファーウェイ製だったんで、ねえ悩みますね。だからって言ってほあのなんだろう、他のところに乗り換えっていうのもまたちょっと時間いろいろとかかっちゃうので、で余計な出費もかかりますんで、それは得策ではないんで、とりあえず Y モバイルで、修理に出すか、他の機種にするか、まあ最悪乗り換えみたいな感じでちょっと話を聞きに行きたいと思います。それではレッツゴー。はい、戻ってきました。営業時間も間違えて20分ぐらい待ちましたよ、外で10時からと思ってたら11時からだったんですね。ちゃんと見ていけばよかった。まあで、あのショップの店員さんに聞いてみたんですよ。結局のところどうなのって、あのファーウェイの商品ってどうなんですかって聞いたんですね。そしたら会社的には大元のソフトバンクが何も言っ
言わないんで、一応現状維持らしいです。で、やっぱりこの手の質問は多かったですかって聞いたんですよ。だから、まあやっぱテレビ見られた方で、なおかつやっぱ、俺と一緒でそのファーウェイ製を持ってた人からはちょっとそういう、そう、質問はあったらしいです。ただ今回のはもうなんか一連、結構ネットの方でも言ってますけど、そのファーウェイの副会長さん、まあ要は娘さんが逮捕されてからの流れができすぎてるんですよね。なんでまあ日本はそれに巻き添え食らったような感じかな。ただあんまりこれもはっきり分かんないからあれなんですけど、 YouTube でファーウェイって検索かけてると、やっぱりもうこの間の話だけじゃなくて、もう去年とか、もうちょっと前から危険ですよみたいな動画が見つかりました。いやー、全然知らないってのは怖いですね。まあ、知ってしまったからどうなのっていうのもあるんですけど、なんともですね。ということでですね、機種変更しようかどうしようかとも思ってたんですけど、とりあえず今回はバッテリー交換だけすることにしました。で、修理がですね、結構かかるそうなんですよ。普通で3週間って言ってましたよ。なのでね、言ってももう今月って12月じゃないですか。もしかしたら年をまたぐんじゃないかなと思って、いやー、なかなか今月中には欲しいんですけどね。まあ向こうが仮にできても俺が取りに行けるかっていうと、またそこも問題があるので、まあもう気長に待つしかないですね。で、代替機を借りてきたんですけど、こちらっすね、この京セラが出してる Android1S2 ですね、こちらを借りてきました。ね、代替機って書いてあるでしょ。で、毎回スマホを機種変更するときに悩むのが、いろんなアプリとか、まあスマホ自体の設定もそうなんですけど、中に入れてるアプリですね、自分で入れてるやつ、それのアドレス、メールアドレスとかパスワード、これがなかなか引っかかるんですよ。全然覚えてない。で、もうなんで大概のやつはいつも諦めちゃうんですよ。だからもうなかったことにしようとか、まあおいおい思い出すだろうっていう感じでやってきてるんですけど、で、機種変更だったならね、これ今回ので1回で済んでるんですけど、修理なんで1回こっちに移して、でまた戻すんですよ。だけど2回しなくちゃいけなくて、まあこれがどうなんだろうと思ってます。いやー、まあ正直愛着はあるんで今のままでもいいんですよ。まあ、新しいのって言ってもね、ファーウェイにしようと思ってたとこだったんで、正直何にしていいか分かんないですね。スマホってだってもう形変わらないじゃないですか、言ってもそんなね。
なんで、まあ何でもいいかなじゃないけど、まあ近いうちにいろいろと何かしらテレビでニュースがあると思います。まあ、見逃さないようにはしとこうと思います。まあしょうがないっすよね、店員さんたちも勝手に口喋れないしね。いやということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。